宅ライブ配信、自宅ライブ配信、久々のやってきました。はい、ちょっとやります。1曲目、1,2,3,4 1,2,3,4 図書館によって厚ページ読み切ったら終わる物語は長いと誰も昔は略して、ああきっと君はこんなメロディーのような人間なんですね。君はトイレットペーパーに書いては流す便所と同じでさ、数字をバックに画面バックに歌詞は略して、ああきっと君はこんなメロディーのような人間なんですね。図書館によって厚すページ読み切ったら終わる物語は長いのだね。さ、歌詞は略して、ああきっと君はこんなメロディーのような服を今日も履いているのです。緑の流れ、緑の長靴。いくつになったか会いたくない、雨の中で、ああ楽しそうに踊るから君が、ああ今はちょっと考えたくない、逃げてくいさ、ああ雨の中踊ろう君と、ほら
今回ちょっと照明も自分でやってます。次は決戦の日という曲をやります。じゃあ決戦の日いきます。もう一回いきます。間違えました。コード間違えました。こっちか。もう一回いきます。失敗しようぜ。
ート。あっつ。アート自宅ライブ、ありがとうございます。コメントも一応ちょっとあんまり見てますけど、あっちいな。ちょっと暖房つけすぎてるな。暖房つけ、うん、次はこれかな。この照明、照明も僕が今回は担当するんです。照明、あ、照明さん、うん、毎日はニュースルーチャー、あやとね。次はね、ちょっと待ってください。うん。次は、映画やります。次は映画やります。映画っていう曲を聴いてください。やべ、あっち、ちょっとさすがに無理。じゃあちょっと映画いきますわ。これもちょっとリズムマッシュ、いけたらうまくできるかな。僕は君に届け
映画って言うじゃん。次は、あ、この曲か。次はリズムマシン使えません。次はリズムマシン使えません。いや、なんか、本当にコメントいっぱいありがとうね。ちょっと俺、今のこの配信は、ちょっとコメント、あんま見ないようにしてるから。まあ、なんか目につくけど。コメント見て、まあ、それあるから見てる。見てるときは見てるけどさ。ちょっと、もうライブ気分で、ちょっと。次がですね、これか。これも久々だな。じゃあ、聞いてください。ビリビリした街で、もじもじしないようにしたらどうなるかとか、自分を下ろしてる。私が痛いから、ちょっと元気な今なら、あるあるお待ちないで、自分を歩かせよう。あーでもない、こうでもない、人間は命運のことさ。パーでもない、ビーでもない、悩んでばかりいます。あーでもない、口にほら、人間はあっさりし、とんでもないことだけど、人間はいつか死ぬ。ビリビリした街で閉鎖された心は、カーテンすら開かない、だからこじ開けるんです。きっと死ぬ時怖いけど、きっと今のが怖いってな。あるあるお待ちないで、自分を歩かせよ。あれじゃやだ、これじゃやだ、人間はめんどくせえ。したらさどうなるの、永遠に寂しい。子供にも親父にも眠れない夜がある。一日が続く中、誰だっていつか死ぬ。同じ船、電車に乗れば同じから演じる今日さ。あーでもない、こうでもない、人間は命運どくさい。正直に生きれけ、朝五時が気持ちいい。歩いたら歩くだけ、死ぬ確率は上がる。歩かなきゃとりあえず、人間はどうせ死ぬ。朝いつもの電車に乗れば、あのいつもの人はいない。次は僕の番なのか。捨てられるように死ぬよ。みんな死ぬよ。あっさり死ぬよ。みんな死ぬよ。僕は頑張るよ、
あざーす。じゃあ次の曲かなんだっけ。じゃあちょ照明変えます。照明照明変えるわ。何色がいいんだろう、次の曲。赤かな。赤もちげえかな。まあいいや、一回赤でやろう。赤でやろう。次の曲は、すごい、ビールに。皆さんもお酒、お前らも、貴様らも、お酒飲んでる人いると思いますが。ディレイじゃありません。そう。ディレイじゃありません。次の曲はじゃあ新曲いきます。リズムマシーンも使えません。乾杯。ワッツセフ。あ、ごめんねこういうグダグダがね、うん、自宅ライブでもグダグダグダがある。歌詞出さねえと。新曲だから歌詞出さねえと。そう、で、全世界のカスどもに乾杯。カスどもへ乾杯。全世界のカスどもに乾杯。やります。新曲です。乾杯。One, two, three. 中華ビール、アルコール、おやき、明けの朝からグビグビと飲んで、今日も嫌なことがあったから白くじゃやってらんねえ。きっと売りぼっちになっちまうってことかい。死んだくらい部屋で Come on baby まだ飲める。目いっぱい泣きたいことがあって、全世界のカスどもに乾杯 baby 恋叫んで No regret ブラックリンガー帰るコンビニで買って、全世界のカスどもに添いでいく今夜全てが伝えたい No regretされた体をさ、今日も嫌なことがあったから白くじゃやってらんねえし、きっと売りぼっちになっちまったってことかい。死んだくらい部屋で Come on baby まだ飲める。病院帰りに公園ゲロって計らさってなんだって乾杯 baby 恋叫んで No regret ブラックリンガー帰りコンビニで買って、全世界のカスも急いでいく今夜全てなさいさい No regret、yeah!
最高の夢を全世界のガスも乾杯で恋酒でノーレイトブラックにか帰るコンビニで買って全世界のガスも今夜捨てての優しさへノーレイクトゥルトゥトゥルオーナイロオントゥルトゥトゥルオーナイロオントゥルトゥトゥルオーナイロあと新曲でした。新生かまってちゃんの次のアルバムでも入れたいなって思ってます。次がなんだっけ、あっつ、ちょっと暖房をちょっとパワフルにしてたんで、最近寒いですね。はい、ちょっと暖房ちょっと1にします。パワフルにしてたんで。いやでもほんとさっきの枠でも言ったけど、やっぱ今コロナウイルスがいろんなね、猛威を振るってて、まあほんとどこで収束する、コロナウイルスが収束するかなんて、わからないわけじゃないですか。だから、まあ本当に、そんな中で、やっぱおのおのアーティストが、ね、おのおのアーティストが、おのおののコミュニティで、いろんなことをね、やってると思うけど、僕は、新生かまってちゃんは、やっぱり、うちの今決まってるツアーもどうなるか、まだ本当わかんないし、うん。俺はもう 90% ないと思ってて、まあでもやっぱその時でも、やっぱ本当にスタジオ配信とかも当然やりたいっていうのもあったりしたり、あとは、なんだろうな。まあ本当に、この先、例えば、安倍総理大臣から、ね、うちのヘッドから、日本のヘッドから、あるかもしれないし、外出禁止とか。うん、その時は、こういう方法もあるんだよっていう。うん。新生かまっちゃんはまあ昔からやってるけどさ、俺単独でね。自宅からでも、こういう方法があるんだよって。こういう方法でも、さ、やっぱさ、伝わる人には伝わるからさ、衝動とかさ、やっぱさ、魂。伝わる人には伝わるっていうことをさ、やっぱさ、俺はさ、そう、他のアーティストさんもさ、バンドマンとかさ、うん、やっぱ知らない人もいると思うんだよ、こういうやり方って。うん。だから本当に外出禁止みたいなさ、なった時はさ、やっぱこういうこととかさ、全然あるんだよっていう。うん。ああ。ネットは強いよ。そう。ネットは強いよ。ネットは強いっていうか、まあそうだね。ネットのやっぱ、ここは、ね。次は、はい。あ、この曲か。次は、まあそんな感じつ、まあいろんな、はい。あったりします。はい。よいしょ。次はどうしよっかな。次も、じゃあ照明さん、ちょっと暗くしてください。はい。照明さんね、暗くしてください。あ、はい、照明さんありがとうございます。次の曲、照明さんいるの？あ、俺。照明さん、これ、照明さん。いやだから、あれなんだよ。やっぱさ、例えばほんと外出禁止とかなった時ってさ、例えばほんとにさ、それってさ、やっぱさ、まあ今もさ、ライブハウスでもさ、
イベントでもディズニーランドでもさ、どこでもさ、行ったらそれ行ったら満員電車とかもそうだよ。そういったとこで濃厚接触してさ、やっぱさ、リスクはさ、当然めっちゃあるわけじゃん。やっぱだから自宅でこうやってさ、俺が今やってる感じでさ、まあ俺もちょっとまだ慣れてないんだけど、俺もだから今こうやってやってる感じでさ、ガッてさ、インターネットをさ、通じてさ、お前らにさ、叩きつけるっていう、俺は信じてるんだよ。ずっと。これは俺ずっともうほんとピアキャスの頃からさ、もう配信やってさ、12年間配信やってるけど、その、もうずっと一貫して言ってんじゃん。もう。でも俺は信じてんだよ、ネットの。うん。まあそれは人それぞれね、ファンはさ、意見あると思うけど、生の方がいいとか、それもわかるしさ。でも俺は信じてんだよ、これも。じゃあ次は、じゃあこの曲いきます。リズマシーいんのかな？ちょっとリズマシー一応ありでやってみますわ。はい。うん。16歳のさ、香織ちゃん。
あと、次は、まあ、ちょっとこのままでいっか。照明さん、このままで大丈夫です。みんな、コメントありがとうね。ありがとう。最近、本当に、俺昨日さ、自分でもさ、ブログとか上げて、ちょっとやったけど、最近、あ、ちょっとか、あの、かい、自分が最近の心境を書いたことあげたんだけど、まあ、ほんと最近いろんなこと変化があってさ、変化とか経験とか、千葉銀とかを辞めたとかさ、そうだしさ、まあまあそれ含めてネオニーが死んだとかさ、まあいろんなことがさ、まあなんつうか、さあな。でもやっぱ、俺は昨日のブログでも書いたんだけどさ、やっぱ、もう産業、もう本当に産業で済むわ。俺は今生きてるからさ、そう。だって俺は今生きてるから、だから、そう。もう、それに、尽きる。まあそれはみんなも同じだと思うけど、街を一つ歩く顔は操れてゆく時折思うんだ君は優しすぎだよ変わる変わる景色の中で雨降りが僕をまた追っかけると涙から涙がまた出てくる約束を守れるわけないじゃんかなんて言うなよ僕またいつものようにさ2年後に今の僕らを笑い飛ばせるように時折僕ら真ん中道歩けますように赤い空夕暮れの屋根の下笑い飛ばせるように酒でも飲めばそんなことはどうでもいいのさ負けぐね若い時は僕は若い時は僕はもっとやってやれるような気がしてたんだ街のお隅で僕は街のお隅で僕は今にも孤独にもちょんぎってやろうとしている飛んででも守れるわけないじゃんって強がりを見せつけてでもニヤニヤしながら見透かされてるだろうな君には2年後に今の僕らを笑い飛ばせるように時折僕ら真ん中道歩いちゃってるんです赤い空夕暮れの屋根の下あの子もどこかにいる時々そうな気もするんだそう信じたい2年前も僕は同じことをつぶやいたりしたよ2年前も僕は同じことをつぶやいたりしたのさ。だけど、そう、何か始めないととかそんなん言ってっけどさ、そんなことできるわけねえよな、もうよ叫んじゃうな
マジは何か始めないとって思うけどさ、全然やっぱ俺もできなかったし、10代の頃、20代の頃よ。なあ、なあもうずっとニートだってほとんどよ。ほとんどニートとかさ、バイトもしたけどさ、ニートだってほとんどもう本当によ。でもさ、そんなさ、何か始めないのって、そうでも、思ったり、願うのさ、2年後に、今の僕らを笑い飛ばせるように、時より僕ら真ん中道歩けますように、赤い空、夕暮れの屋根の下、あの子もどこかにいる、そんな気、そんな気もするんだ、そう信じたいのさ、夕暮れで光る街角、さよならと僕に言う、こんな逆にみたいなやつだなんて思ったんだろう、別にだけど僕、だけど僕は行くのさ、さよならと言わないぜ、皆さんありがとうございます。コメントお茶爆とかも切ったらすいません、ありがとうございます。はい、じゃあ次の曲いきます。次の曲も新曲やります。歌詞ちょっと出します。照明さん、けどこのままで大丈夫です照明さん。うん、次の曲も、はい、じゃあ、次の曲は、電波組さんに提供する一回、まあ、配信でもやったんですけども、星降る引っこもりの夜っていう曲をやります。はい。よろしくお願いします。いや、酒。いや、いいな。やっぱ自宅ライブ好きだな。いやいやいや、ね。俺もやっぱ、もうちょっとやっぱ早い時間とかにやって叫べる曲もさ、叫べる曲もやれるようにしたいな。今ちょっとこんな時間だからさ、そう、さすがに叫んだら近所迷惑になるからさ。まあもうちょっとね、早い時間からね、夕方とかからやれば。まあそういうこともね、ちょっとね、また考えていきます。まあ、はい。ありがとうございます、みんな。リスナー数はちょっと今何人か見えてないんですけど、とりあえず何人でもいいっす。ありがとうございます。一人でも見てくれたらもう嬉しいんで。星降る引っこもりの夜。はい。じゃあちょっと行きます。新曲です。さっきまで寝たのに起きて深夜テンション、モコモコセット着てゲームしすぎた、ベッドから起きてるなむくみのように、無表情が液晶画面に映るこんなように、家にいて
ばかりさ公務少女引きこもり太陽神様願いを一つだけ叶えちゃってくれないかいねえ頑張りすぎないでいいじゃないのって人生のシュール街にそっと流れるアルバイト探しも押しばっかりだし自分だけのペースでねそうさ泣いたらいいんだ今日は一人流星群さもうシュール夜になって流れる差し引きばかりして計算じゃないけど自分大丈夫なんとかなっちゃうよさらもうちょっと起きていたいから続く深夜でしょワクワクセットきて電波発信中だ頭がバキッと歌うような夜クラッと出かけてみようぜ Yeah 夜に道もいいじゃん少し気分転換変化自転車こいでて神様願いを一つだけ叶えちゃってくれないかいそう頑張りすぎないでいいじゃないのって人生もうシュール街にそっと流れるシャッターに置いてくもりでも必死なんだよ全部自分だけのペースでねそうさ泣いたらいいな今日は一気に流星群さもうシュール夜になって流れる SNS に疲れたから脱ぎ捨てて夜空を おまじないをかけて今日も生きていこうアルバイト探しも落ちてばっかりだし自分だけのペースでねそうさ泣いたらいいんだ今日は一人流星群さガチュール夜になって流れる足引きばかりして計算じゃないけど人生大丈夫なんとかなっちゃうよさらおまじないをかけて今日も生きていこうアルバイト探しも落ちてばっかりだし自分だけのペースでねあと次の曲はちょっと編成を変えてはい編成を変えますギターじゃなくなりますはいあれだまさかのそうルーチャーやってない。
これは、じゃあこの曲は照明さん、照明さん、ちょっとあの、青い照明さんでお願いします。はい、青い照明さんでお願いします。はい、照明さん、青い照明さんでお願いします。ちょっと僕もちょっと久々なんであれなんですけど、あんま練習とかしない。俺もちょっと久々で、夜空の虫とどこまでもやります。テンポが早いな。ごめんね。すいません。テンポがちょっと。まあこれはちょっといつもの新生かまっちゃんの ライブと同じで、ね、途中で止めるってのがあった、途中で止めるってのあったりする。テンポが早いな。なんか、もうちょっとテンポを下げる。おい、おい、おい。おい、おい。行くぜ、夜空の虫とどこまでも。
アート。夜空の虫とどこまでもって曲でした。照明さん、ちょっと、あれ、ピンクになってた？青じゃなくて。ピンクになってた。いや、次も、照明さん、ちょっと、次も、真っ暗で、消灯でお願いします。消灯でお願いします、照明さん。消灯でお願いします。皆さん、ありがとうございます。今回、僕の、自宅ライブ。申請かまってちゃんとしてっていうのもあるし、僕、まあ何よりも僕個人としてのスタンスとして、やっぱ、自宅ライブ。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。コメント今、ありがとうございます、皆さん。次の曲。次の曲も結構久々にやる曲です。皆さん本当にあれ、僕はツイッターでも言ったんですけど、本当にやっぱもはや自己管理なんで、手洗いうがい、本当にマジでしっかりっていうとこしかできないと思うから、みんなもね、いろんなニートだけじゃないと思うけど、学校とか行かないといけない人とか、仕事の人とか、本当に自分で自分を守るしかないっていうか、でも会社辞めるとか、できないしさ。会社辞めるとかタダでできないしさ。だからもう手洗いうがいを本当に、ね。今日はニートした。本当に、僕はあれ本当、万全、命を大事に、今までもずっと配信で言ってきてるけど、命を大事になんですよ、僕。ガンガン行こうぜっつうか、その、ライブ、こういう時、前回もいつだったかわかんないけど、ガンガン行こうぜじゃなくて、命を大事なん。皆さんやっぱ僕個人のやっぱ考え方は、まあみんなスタッフとかメンバー、けどやっぱメンバーもそう思ってると思う。俺は絶対に。メンバーとかスタッフも。俺今、だから、あれ、LINE 送ってさ、まだ返事来てないんだけどさ、自分のね、今回のツアー、新生かまちゃん決まってるツアー。自分の意見は言ったんだけど、まあまあ、返事はまだ今のところ来てるかわかんないけど、見てないんだけど、来てたらね。まあ、とりあえず俺は見てないんだけど、メンバーとかスタッフもみんなやっぱそれは当然同じ考えだしさ、それは絶対に、同じ考えだし、ただそんな中でいろいろなことがね、いろいろなことがやっぱなんかあったりするから、そうな。いや、でもとりあえず本当に、みんなもそうだし、何より、やっぱ俺ね。俺とかさ、美佐子さんとか、モノくんとか、スタッフとか、あとみんなも、やっぱ万全の状態でさ、やっぱ俺は、俺の個人の考え方は、そんな感じ。万全の状態でやっぱさ、こうやってインターネットで向き合うにしてもだよ。生でも。リアルでもネットでも、やっぱ万全の状態でお互いさ、ぶつかりてえじゃん。それは本当ネットでもだよ。世間一般からしたらさ、まあ言ったらみんなにもいると思うよ。生の方がいいって。俺はさ、やっぱ生でもネットでもいいんだよ。むしろネットを信じてる人だから、
そう、あのネットでいいって、最終的にもうネットでもいいって思ってるぐらいだから、うん、まあまあ、けど、まあこれ今ドラムとかね、ないけどさ、ドラムとかさ、そうそう、ドラムとか、こんなと、ここにドラム置いたらさ、俺んちの団地ぶっ壊れちゃうからさ、ここでドラム置いたら。まあでもスタジオ配信とか、そうそうそう、前回やったようなスタジオ配信とかさ、まあなんかしら、その時はいろいろ俺らもさ、やっぱ考えたりもさ、今してるからさ、まあそのね、うん、その中止とか延期とか決まったわけじゃないけど、俺らは決まったやつ。うん、でもとりあえず何よりもね、やっぱ万全の状態でさ、お互いさ、会うことが俺個人は思ってて、でもって、やっぱさ、それがさ、これ今回コロナウイルスがさ、どこま、ど、いつ収束するかっていうのはわからないわけじゃん。いつ収束するかわからないわけじゃん。だから、下手したら、年内、うん、年内本当にみんなライブ、イベントできないっていう状況にもなるかもしんないじゃん。でしょ？年内。まあみんな嫌だなっていう人も、うん、そう、本当わかんないじゃん、ウイルス。全然あり得るね、うん。だからさ、そう、だから、まあ、そう、だからこそ、ね、やっぱ、まあその間にさ、死ぬ人間もいると思う。自殺したりとか、みんなの中にも、新生かまちゃんライブ見たいって、うん。俺たちが、例えばよ、ほんと1年、2年ライブできなかったとします。うん。でもその間に死ぬ人間もいると思う。でもそれはやっぱ俺昨日さ、ブログでも書いたんだけどさ、まあそこはもうみんな同じだからさ、俺もそうだし、みんなもそうだし。俺もそうだし、みんなもそうだしさ。うん。だから、そう。うん。まあ、ちょっと切ないけどさ。それが、まあ、実際あるかもしんないけど、あったとしても切ないけどさ。みんな同じだしさ。うん。それは本当ね、みんなあるかもしんないし、俺もあるかもしんないしさ。まあ、俺はけど、残さ命大事に。俺はけど、やれるとこまでやるよ。生きれるとこまで俺は生きていくからさ。どんだけ病んでも。むしろ俺なんか大丈夫だよ。うん。俺なんて大丈夫だよ。今までなんか死にたい死にたい、自殺したいって言ってきてさ。ね。なんか生きながらえてんだ。結局生きながらえてるさ。うん、ゾンビみたいなやつだから。ああ、なんか鬱になったりとかさ、死にてえなってさ、思ったとしてもさ、リストカットしたりとかさ、今日これ隠したけど まあそういったことでさ、まあまあまあ、なんとかなる人間だからさ。だからまあまあ、でも、まあ俺がなんか今まとまらない なんか話したいことなんてまとまんねえし、いいや、なんでもいい 次、ロマンスっていう曲やるわ。ちょっと久々にやるわ、これ、ロマンス。ちょっとコード確認させてください、すいません。久々にやるから。じゃあ、ロマンスやります。ロマンス本当に、新生かまってちゃんのライブでもやってないし、結構2年ぶりぐらいに俺歌うわ。うん、2年ぶりぐらいに歌う、ロマンス。うん。じゃあ、ちょっとロマンスいきます。ちょっとこれはリズマシなしでそのままいきます。ディサポイティルごめんね、ごめんね、ご
ごめんね、悪いんだ僕がごめんね、ごめんね、あディサポイティル、ごめんね、ごめんね、ごめんね、悪いんだ僕がごめんね、ごめんね、あああ俺の街の空は皆さんありがとうございます。はい、コメントありがとうございます。結構なんか暗くするっていいな。いつもなんか暗くしてさ、なんかこうやってやったことないじゃん、弾き語りって。昔から、それこそ10年前から12年前から配信してさ、こんな暗くしてさ、なんかほんと暗くするとちょっとなんかやっぱ違うな。
違う、なんかすごい、やっぱ、当然、やっぱ暗くする分だけ、なんか、こう、やっぱほんとライブ、うん。自宅ライブじゃ。はい。自宅ライブじゃ。はい。自宅ライブです。はい。そうじゃ。視界の狭さゆえ。はい。まあそう言ったのも。はい。じゃあ次は、おっさんの夢っていう曲を聴いてください。はい、おっさんの夢っていう曲を、やります。はい。そろそろ終盤です。いきます。夏の夜におばあちゃんちに自転車出かけた。子供の頃はこんなことをよくしたもんだね。諦めない夢が確かにあるんだ。カセットテープから流れる星の空へと、知ってゆく昔の僕の落とし物。夢が確かに見えんだよ。出かけよう今日の僕はさ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しにきっと見つかると思うんだ。だって叶えてな夢があるから。カセットテープから流れる星の空へと、知ってゆく昔の僕の落とし物。諦めない夢が確かにあるから、出かけよう今日の僕はさ、少し仕事しすぎてしまったんだ。あの時の僕を探しにきっと見つかると思うんだ。だって叶えてた夢がまだまだある。 Yeah! 僕はこうやって年を取っておっさんになって行くんだって。渋滞の街の中が人生まんまって笑わせちゃうぜ。感じたものはなんだ。終電に乗り遅れ Loving my life。 宿題だけ夏休みの机に投げたまま。少年にはなれないさ、夜空のスラックを一つ持ってノートに続きを描くよ。きっと見つかると思うんだ。だって叶えてな夢がまだまだまだ。夢があるから夢がまだまだまだ夢があるからさ。そう夢があるから、そう夢があるから、夢がまだまだまだ夢があるから、そう夢があるから、夢があるから、夢がまだまだ。
た。じゃあ、次で、最後の曲です。ありがとうございます。喉の調子は良くありません。喉の調子は全然良くないよ。あと、声を抑えてるよ、これでも。うん、声を抑えてる。かなり声を抑えてるよ。うん。やっぱ、ご近所迷惑はいけないから。そう、声。やっぱご近所迷惑はいけないからさ。声とか、これでも本当に、抑えてるんで。よいしょ。いつも最後に来ちゃう。あ、ログアネ見てください。またなんかやるときやるからさ、俺さ。うん。皆さん本当にちょっとスーパーピエンツアー、ちょっとなんかどうなってんのとか、ちょっといろいろ心配な方もいると思いますけど、ちょっと今、だから僕も個人的な、僕個人のやつは LINE で、グループ LINE で飛ばしたりするんですけど、今んとこちょっと返事も返ってこなくて、まぁ、ちょっとうちの事務所はちょっといろいろ多分いろんなことで追われてると思ってます。思ってる。バンモンとかもさ、バンドじゃないもんもさ、やっぱ今回さ、そう。ライブね、無観客ライブやったりとか、まあいろんなことで追われてたりとか、でもまあそれでもそう、うん、やっぱそれじゃなくてもちょっとうちの新生かまちゃんのこの、うん、あちょっといろいろとなんか、うん、あると思う、うん、俺はだからそうちょっとそこはまた追って、はい、まあうちのマネージャー天野さん、まあはい、天野さんだけじゃないけど、やっぱパイロットうちの事務所結構、はい、やっぱまあさっきも言ったけど、潰れるかもしんない。本当にワンチャン潰れるかもしれないっていうのは、だから、まあ、俺個人の、やっぱね、お世話になってるから、ね、好きだし、パーフェクトミュージック。それは避けたいなと。まあ、だから、その時はちょっと、なんかいろいろ、ね、いろんなやり方が出てくるかもしんないけど、ワンチャン無観客、いや、わからん。うん、俺は思うんだけど、別に、みんなも、ファンの応援してくれてるみんなも、メンバーも、スタッフも、メンバーって、あと、俺も、やっぱ、一番やっぱさ、万全の状態、健康が一番。で、また、そう。うん、それが一番だと思ってるから、うん。無観客ライブって言っても、まあわかんない。でもまあ、無観客ライブっつうか、まあスタジオ配信はけどしたいと、個人的にはしたいけどね。またちょっとそれメンバーとはまだ話しきれてないんだけど、スタッフとか。うん、メンバーとは話しきれてないんだけど、モノくんとかミサコさんとか。うん、そのね、その時ね、中止とか延期とかなった場合ね、ピエンツアーが。まあまたちょっとそれ、もうすぐ、ね、3月中には絶対確実に出ると思うんで、だからあとは僕もやっぱ遠征とかしてくる人とかもさ、いると思うしさ、うん、まあ遠征だけじゃないけどさ、やっぱさ、うん、ちょっと早めにさ、っていうのは、やっぱそれも、まあちょっとそこら辺もちょっと早めできないっていうところ、俺もちょっとわかんないんだよ、事務所。はい。キーと設定してライブしてくださいの。まあなんかそういったこととかもするかもしれん。なんかその事務所が潰れないように、みたいな。流れはちょっとわかりません。うん、それこそ。流れはちょっとわかりません。そう。いやでもとりあえずそうだよね、こればっか。まあ、けど皆さん、何よりもやっぱ俺は、心が優しいね。いや、ほんと気持ち悪い。俺嫌なんだよ、ほんと最近さ。なんかさ、自分のさ、ファン思いのさ、昨日もそっか書いたか。昨日もブログで書いたんだけどさ。やなんだよ、自分のなんかさ、ファン思いのさ、ファン思いキャラみたいな。別にこれキャラじゃないんだけど、その、実際俺優しくて思いやりがあってさ、とても優しい人間なんだけどさ、嫌なんだよ。けどさ、嫌なんだよ、俺そういう風に。なんかそんな風にな、そんなキャラで見られんの。これはマジで。でもなんかそんなシチュエーションほんと最近多くてさ。うん、なんか
親ってクソやがんね。いや、ほんとみんな俺クソやがんね。俺クソやがんね。クソ野郎やがんね。優しくて思いやり あるけど、クソ野郎だから。うん、クソ野郎だから俺は。うん、カスどもに優しいじゃん。いや、それクソ野郎だから。いや、クソ野郎だとかクソ野郎だよ、俺って。じゃあ最後の曲、ちょっとこれやって、僕も、今日は、あれ、何時に起きたんだ？夕方の、夕方か？わかんない。なんか、5時か6時かな。6時ぐらいに起きたのかな。はい。多分これを、この配信終わった後、僕は曲作りとか、多分いろいろすると思います。じゃあ最後の曲、アンコールありですか？いや、またやるよ。うん。じゃあ、照明さん、最後はちょっと、全開でちょっと行きますか。照明さんお願いします。照明さんお願いします。僕も今まで自宅ライブやったことあるけど、照明までやったことないからね。はい。今回はちょっと進化させて。はい。照明。でもやっぱり、俺さっきも言ったけど、やっぱね、外出できないっていう時になったら、みんなね、バンドのアーティストの人たちが。うん。もうそんな時、そんな非常事態に今後なった時は、やっぱ自宅ライブっていうさ、こういった方法もあるよっていうさ、うん、こういった方法もあってさ、うん、まあ別にファン全員がさ納得してくれる、まあその納得してくれるっていうか、そんなんつうか、たなんか物足りねえなって思うやつもさ絶対いると思うしさ、でもそれでもさ、うん、こういった方法があるよっていうことをさ、俺はやっぱ、うん、他のアーティストさん、バンドマン、うん、なんかね、知ってもらいたいなって、うん、思うな。じゃあ最後、雲が流れるって曲やります。これで終わりにします。お茶爆とか飛んでたらありがとうございます。はい。コメントも皆さんありがとうございます。はい。ちょっと今日は久々にライブ形式で配信、ちょっとやりました。自宅ライブ。雲が流れるやります。はい。水増しいるかな、どうだろうな、いるのかな、いらねえな、いらねえわ、はい、いらねえわ、まあいいや、はい、皆さんありがとうございます。じゃあ雲が流れる、はいはい、なくてもいいよ、はい、ありがとうございます。また雑談配信は全然いつでも、また配信ね、近々、うん、突発的に全然やったりするんで、はい。じゃあ最後の、はい、曲、雲が流れる、ちょっと行きますわ。はい。皆さん、ほんと、あれ、手洗いうがいね。手洗いうがい。手洗いうがい、ほんとに。うん。手洗いうがいですわ。もうそれしかねえわ。って感じじゃん。今。手洗いうがい。もうマジでね、うん、もう手洗いうがいしかねえよな、うん、俺もちょっとちゃんとね、やるんで、やってるんで、はい、じゃあ雲が流れるいきます。よし、あ、ちょっとすいません、ワン、ツー、スリー、フォー。バースデー
先にある広げてく夕焼け思い通りいかないからね傷ついているんです僕は仕事をしてく優しげな顔して彼も彼女もこの国も全てなくなればねだってだって夕方5時になっちゃう大人も子供もそれ聞いて気をつけて帰ってゆく僕だけを残してだから雲が流れる流れる雪の中本当の気持ちなら隠したいものさ今日も僕は流れる流れる街と君を電車に揺られても毎日は過ぎる、yeah! 真面目系ゴミクズでくだらないクソ野郎明るい曲に暗い歌詞を乗せてく一人の勝手だって叱られてないのは大人も子供も同じだよ気をつけて帰ろうね命は軽いからだから雲は流れる流れる雪の中本当に自殺する勇気もないくせに今日も僕は流れる流れる街と君を電車に揺られては終点へ向かうドラドラ二馬車ごとごと子牛乗せてそのまま運ばれてゆく儚さが赤い空愛のたまたさあ気は楽さえマニュアルだからあマニュアルマニュアルだからだからどうしたっすんだよだから雲が流れる流れる雪の中本当の気持ちなら隠したいものさ今日も僕は流れる流れる街と君をなんだか疲れてはI'm gonna make you mine.
ちなら隠したいものさ。あと皆さん、あとは雑誌、あとちょっと自宅ライブ久々にやりましたけど、ちょっとまあもしも次やるときありましたら、夕方もうちょっと早い時間からちゃんと前もってみんなに伝えて、あの夕方でも昼でも叫ぶ曲とかも、思いっきり叫ぶ曲とかはあの昼間とかだったら大丈夫だから、うん、そういった感じでもしもできたらっていうのもあります。叫ぶ曲をやるときね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あーちょっとね、はい、お茶枠とかもいろいろありがとうございます。リスナー数もちょっと俺今いくら見てるかわかんないけど、全然いくらでもいいです。はい、全然、はい、ありがとうございます。まあちょっとまたあの新生活マッチャー、まあ俺も個人的に雑談配信もするし、はい、またバンドスタジオ配信とかもね、バンスタ配信とかもちょっとまあまあそういった時とかやるとかかもしれないですけど、ちょっとあの皆さん本当に何よりも俺やっぱあの応援してくれてるみんなとか、それはあのね、まあ何回も言うけど、ミサコとかモノくんとかうちのスタッフとか同じことを思ってるからさ、うん、本当にね、僕らもそうだしさ、自分らだっつう、俺たちも、うん、本当に命を大事にっつうか、別に命を大事にって、だからさ、うん、命を大事にって別に命を大切にしろとか言ってるわけじゃないんだよ、うん、だからやっぱさ、自殺するにしてもさ、俺たちさ自殺するにしてもさ、コロナウイルスとかさ、そんなに殺されたくねえじゃん。だったらね、ほんとそうじゃん、自殺とかさするにしてもさ、そう、死ぬまでは健康じゃねえと、そう、健康第一、死ぬまでは健康第一で、健康じゃねえと自殺もできねえよ。だからそう、うん、でもだからちょっとこういう状況いろいろあると思いますけど、いろいろあると思うけどさ、はいはい、ちょっと、はい、皆さんね、僕も、はい、ありがとうございます。パイロットミュージックは守りたいな。ああ、まあまあ、俺もね、俺はそれは個人的にあるよ。パイロットミュージックはうちのやっぱお世話になったけど、事務所だから最高だったので、僕もだから、はい、僕もちょっと、そう、他殺されてたまるかよ。他殺されてたまるかよ、マジで。っていうのはあるよ、本当に。元気で生きていっぱい、のこさんも、ツアー開催予定ですか？あの、今わかんない。あの、ピエンツアー。ちょっと今は本当にわかんない。俺はだから、あの、90%、92% ないと思ってる。うん。で、俺もさ、あのさ、だからさっきも言ったようにさ、グループ LINE にさ、自分の意見送ったんだよ。まだ返事見てないんだけどさ、今来てるかもしんない。まあ、俺が、あの、配信前までは返事来てなかったからさ、今来てるかもしんないけどさ、自分の意見、個人的な意見は送ったんだけど、まあ、だからちょっと俺はね、いろいろ、まあ何よりも何回も言うけど、その俺も自分優先だから、俺は自分もそうだし、あとみんなもそうだし、スタッフもそうだし、万全の状態で俺は、そうそう、ライブをするんだったらな、そのネットでもだよ、うん、こういう形でもだよ、うん、いつもやってるバンドスタジオ配信でもそうだよ、うん、ああいったさ、うん、そう、ライブ配信でもそうだよ。だからみんなお互いさ、万全の状態で、俺はそうそう、ぶつかり合いたい。そう、だからみんなも、俺も気をつけていく。そう。延期ですか？いや、だから全然そういうのまだ、もう返事が来てない。うん。まあ、とりあえずそこら辺はちょっとね、また、追って情報が、来たりとかすると思うんで。ウイルスに、まあまあ、とりあえず、はい、そんな感じです。はい。まあ、そんなか、またちょっと雑談配信とか、はい。なんか、僕とか、モノくんとか、いろいろやったりすると思いますよ。ありがとう、了解です。
早く世界中が落ち着けばいいな。まあそうだね、落ち着けばいいね。あのさっきも安倍総理があの会見してて、ちょっと2週間でちょっと収束するの頑張るぞってね、安倍総理がさっきねあの会見したんで俺あの安倍総理の会見見てたけど、安倍ちゃんのみんなで頑張ろうみたいな感じだったな、結局な。あれな、中見てない。あの中身はみんなちょっとね頑張ってっつか、みんなで頑張ろうみたいな感じだったよな、あれな本当ねみんなで、いやみんなで、だってさ、いや見たやつはわかるだろ、見たやつはわかる、あの会見見たやつは、あの会見見たやつはわかるだろ、みんなで頑張ろうみたいないやいやまあまあまあいろんな意見ありますけど今だからね、まあだからあとツイッターでも安倍やめろ安倍やめろ安倍やめろって言うけど、そんなツイッターでそんなん言ってたってしょうがねえだろもうさ。うん、あーすいませんコメント、うん、あれですわ、うん、いやーけどやっぱね、千葉銀とかもそうだけど、うちのねあの辞めたメンバーの場合だとか、家族が子供がお子さんとかいる人とか特にあれなんじゃないですかね、心配なんじゃないですか。学校がなんか一応休みになったとはいえ、まあ全部が休みになってんのか知んないけどさね、まあなんかね、うん、あれです、心配心配、後で見てみる。のこさんも子供できたら やめるの、な、何やめるってないわ。あ、俺が、あ、いや、やめるとかないんじゃん、わからん、不安ない。大島検問面だから、いや俺検問あそこまであんなやつらと一緒にすんのやめろ、検問面と一緒にすんの俺をやめろ。まあ検問は検問、俺もだから喫水の入足民だから、喫水の入足民だから、まあ剣毛板に至ってるだけで、剣毛面ではないから俺別にあの書き込みとかしてねえからな、俺書き込みとかほんとしてないからな千葉県に余計な不安を、喫水の入足民ではあるから僕は、はい、一旦もめ、まあいいや。あ、とりあえず皆さんねありがとうございます、ちょっといろいろと、はい、またちょっとねこういうのいつかやります。免疫力を強化しなさい、あ、 R1 とかね、はい、なんかね、ロム線、あ、俺ロム線、あ、ごちゃんはロム線、あの R1 とかね、あの飲んだりとか、あとはなんかヤクルト飲んだ方がいいんだっけ、なんかリプランでも飛んできたけど、まあヤクルトとかね、もうね、ヨーグルトとかもなんかいろいろちょっと僕もね、はい、なんかいろいろちょっと気をつけていきます。はい、とりあえず皆さん本当にちょっと本当スタッフもそうだしメンバーもそうだし俺もそうだし、みんなちょっと本当こんなんでちょっと死なんようにね、まあちょっと本当道ちょっと俺もさ恐怖をさいつもさ煽るなってさ、昔からこういう時さ、台風でも台風の時とかでもさ、あの311の時とかもそうだっけ、恐怖を煽るなってお前らからさコメントで10年前から言われるけどさ、たださ、やっぱさ正常性バイアスはいかんよって思うから、明日は我が身かもしんないからさ、明日は我が身かもしんないからさ、ね、今回のコロナウイルスだってさ、で、コロナウイルスだって別にさ、なんか、ね、なんだ、若、やっぱその、年寄りはなんかバタバタ死んだったりするけど、若者はなんか別に回復してる人もいるとか言うけど、そう、まだわかんないからね、あれ、症状も。コロナビール飲みやがる。正常性バイアスって難しい言葉知ってるね、はい。正常性バイアス、まあけどそれは、うん、のこさん一番常識人で、草あのさ常識人なんてなりたくねえよ俺ってな、本当にさなんかもうそういうなんか感じが、俺は人生さいろんなことあってさ、もうさ最近もそうだけどさ、あのなんつうか30過ぎてさいろいろあってさなんかや自分が嫌なんだよ、こんな自分も嫌なんだよ俺、なんかでもなんか最近もけど病んだりしてたりするしさ、なんか病んだりできる自分ってなんかいいな、まだやめるからいいなって思ってる、まだ病んだりとかさ、あ、メンヘラな自分がいるっていうのは、うん、
失ってばっかやね。あ、いいんだよ。これからも失うから。これからも失ってくから。うん。さっきよりは元気になった。え？ああ、まあまあまあ、まあ、歌ってね。みんなと話してね。うん。はい。知らんけど、なんでこんな、長文くんね、ちょっとすいませんね。コロナに怯えてるの。ってコメント来たけど。いやーでもやっぱ、俺はやっぱ、まだわかんないかな。ね。うん。いや、俺もわかるよ。なんか意見的に、その経済をストップさせたらまずいとかさ。な。だから、いるけどさ、今回さ、やっぱさ、安倍総理もさ、言ってもらいたかったよな。まあ、例えば、俺ら、側からの意見なんだけどさ、ライブとか、まあ、イベントとかさ、それもさ、補填してくれよって。補填して、なんか国が補填してくれよって。まあでもさ、けどそれって結局みんなの税金だったりするから、みんなからしたらふざけんなっていう人もいるかもしんないけどさ、結局多分それもみんなの税金から来るからさ、ね。みんなからしたらふざけんなって、ね。言う人もいるかもしんないけど、まあなんか色さからちょっと難しいけどさ、ね。まあまあ、そうそうそう。うん。でもまあでも本当に俺は、米津さんの言葉を借りると、本当ちょっとね、差別的な意見に加担しないようにとか、米津さんいいコメント出してたな。米津さんとか、まあ他のアーティストとか、うん。とりあえずみんなあれ、こういう時にやっぱ人間性って出るからさ、うん。やっぱ、少なくともちゃっぱ、思いやりを大切に、うん。って、俺は、別にみんなに強制しねえけど、俺はそうしたい。うん。俺はやっぱそうしたいわ。うん。やっぱそれはいつも言うじゃん。台風の時とかさ。いつも、去年だったら台風の時も言ったじゃん。311の時も10年前も俺言ったじゃん。確か。うん、言ったじゃん。こういう時にやっぱ人間性出るから、出るからこそさ。やっぱ、まあ、人間性出るとか関係ねえけど、なんか、やっぱね。うん。思いや、うん。震災の頃に音楽業で働いたのに、被災地の方からお礼のメールたくさん来て、なんか急にエンタメはライフラインだよね。なるほどね、エンターテインメントまた一つ。うん。だから、そうだね。まあまあ、そういった意見もあるけど、僕も、ちょっと、僕たちもいろいろ考えつつ、ちょっとライブ、そうそうそう、うん。ちょっと、そうそう。うん。ライブが逆に、そういったコロナウイルスとか、ね、免疫力上げるものになるんだとか言う人もいるかもしんないけど、ちょっとそれは僕らで一回考えます。いろいろと、まあ事務所も今だから俺ちょっとまだその返事が返ってこないとか、そう、俺他のね、美佐子さんとかモノくんの意見もさ、まだ聞いてないんだけどさ、これについてはさ、新生かまっちゃんについては、うん、まあまただからちょっとこれから話し合っていきますよ。はい。まあなるべくだからあんま俺やっぱ本当ね、何にしても、うん、万全の状態でっていうのはあるわ。あんま俺もちょっと言葉がちょっと言葉がバカだからあんまうまくなんか言えないけど、うん、そうそうそう、なんとなく分かってくれたらで、もうそれでいいっす。グラサン外して、グラサン。はい、とりあえず皆さんありがとうございました。はい。いやー今日はね、緊張した。すごい緊張した。なんかね、すげえ緊張した今日。めっちゃ緊張した。まあ病んでたってのもあるけど、それ以上に緊張感が、なんか。うん。だから俺のなんか、ショーパンツみたいなもんだから、これって。ある意味。うん、ある意味、ショーパンツみたいなもんだから、このグラサン。そう、グラサンかけてやったんだけど。メガネ。この後曲作りですか？ちょっと俺もちょっとね、一回酔っ払ってっから、あれだけど、そうだね。うん、カップラーメン食いてえな。うん、いや、この後そう、コンビニとか行かないけど、そう、カップラーメンとか食いてえな。めちゃめちゃ腹減ってっから。ニコちゃんさん、ピエンリベンジツアーしてください。なんかそういうこととかね、ちょっと、それはちょっと待っててください。いろんな情報は。はい。ちょっとなんか、みんなにそぐわないような、ね、わかんないけど、
ワンチャン、ワンチャンって言い方あれだけど、ワンチャンあれみんなにそぐわないようななんか感じになって、人によってはなるかもしんないけどさ、そう、やっぱ俺もさ、俺たちもやっぱさ、事務所とかさ、あったりとかさ、してさ、なんか俺はやっぱさ、他のアーティストとかさ、やっぱいろんなさ、見ててさ、それは、なんつうか、椎名林檎さん、東京事変、今日、まあ今日やってんだけど、ライブね、やってんだけど、まあそれ筆頭に、いろんなアーティストさん、俺、のなんかね見たんだよネットで。だからいろんなアーティストさん各々のさあるんだけど、まあ人は人、うちはうちだから、うちはうちで、そう、新生かまっちゃんは新生かまっちゃんで、そのやり方がそうそう出てくると思うんで、そう、うん、うん、まあ本当にね、ちょっとそこはまた、はい、ちょっと3月中には絶対出る、まあ当然出るんで、ちょっとお待ちください、待ってて。はい。ちょっと俺もこんななんか敬語とかになっちゃったらすいませんね。なんかすげえ。なんで俺敬語になってんだよ。待って、なんで俺敬語になってんだよ。もう嫌なんだよ、俺こういう立場。いや、なんか千葉銀河インフルエンザでさ、ね、去年さ、ライブとね、飛んだ時もそうなんだけど、なんか。なんか、嫌なんだよ。真面目っつうか、なんつうか。俺らっていや、なんかもうさ、こんなことを、別に今日は、今日の配信だとそこまで、ここまで話すつもりなかったんだけど。俺らって、もうさ、いや、モノくんとかにやってもらえてよ。のこさん水臭い、いやいや。でもまあ、はいはい。な、真面目なとか、やなんだよ。だからそんなんか、ファン思いキャラとかそういったのも、なんかさ、モノくんとかミサコとかやってくんねえかな、ほんと。まあ まあはい、そういう感じで、またちょっとあの雑な配信でもね、なんかやるんで、はい、モノくんと一緒に配信でもね、やったりするんで、よろしくお願いします。よろしくね。本当なんでこれ今日敬語なんだろう、やべえな。はい、皆さんちょっと本当に手洗いうがい、ちょっとお互いね、あの頑張りましょう。はいね、あとはちょっとデマ情報に気をつけて。はい、僕あれなんかリプランであったのかな、昨日リプランであったか知んないけど、昨日ね、あのね、なんかネットとりあえずツイッターで見てあのティッシュが売り切れるぞみたいなこと書いてあって、だから僕ね別に買い占めたわけじゃないんだけど、そのポケットティッシュを3個買ったんだよ。ティッシュがマジで売ってなくて、昨日コンビニ行ったら、そう、ティッシュがマジで売ってなくて、コンビニ行ったら、そう、だからポケットティッシュ3個あった。うん、そうそう、まあ買い占めもさ良くないっていうのは分かってるからさ、うん、ティッシュ、そう、だから俺別に自分家にもさティッシュさそんなねえしさ、ポケットティッシュね、俺買ったの、ティッシュ自体そんなねえ、だから大丈夫かってこれ。でもこれデマだったからね、デマだったからこれからティッシュなんか回っていくんでしょ、うん、悪循環、うん、メディアとかなぜあんな、うん、まあまあけど結構パニックなとこもあるっしょね、世の中な、オナニーできん。うん、オナニーは別にもう絨毯に飛ばすからいいよ。うん、花粉は大丈夫。花粉は大丈夫っていうか、だって家から出てないもん、俺。あの、僕は、あの、本当に、あの、家から出てないんですよ。別にあれ、前回のバンドスタジオ配信、ゆうくんとあれやった以来、家からコンビニしか行ってないんですよ。あんまり花粉は大丈夫です。はい、仕事がないんで。飛ばさね、うん、絨毯。家から出ないのがいいよ。まあまあ確かにね。まあでもみんなけど満員で、だからさ、イベントが中止になったりしてもさ、あの学校とかね、なんかさ、やっぱ行かなきゃいけない人は行かなきゃいけないしさ、その、あの会社とか行かなきゃいけない、その満員電車とかさ、ほんと気をつけてっておかしいよな。なんかよくわかんねえわ、俺も。ほんと気をつけてどういうことや。今日マスクしたってさ、無駄って言うしね。マスクしてても無駄って言うしね。目から感染するとかなんかいろいろ言われたりもすんじゃん。ほんとだよな。でもまああれけど交通機関ね、電車ストップしたらやっぱ、まあその経済が波状してさ、経済波状したらそれこそ死ぬやつも出て、それで死ぬやつも出てくるしさ、もっと難しいことだよな、これな。最終手段なのかな、電車はな、公共交通機関止めるのは。破綻、破綻か、破綻じゃなくて破綻か。経済破綻、
したらそれはそれで死ぬやつもいるからさ。いやー難しいなー俺なー。まあいいや、ガスマスクかぶろう。車、あガスマスク。いやけど本当にちょっと皆さん、本当に俺はちょっとね、みんな本当ね、応援してくれてるみんなが本当無事なことを本当に、まあ本当ただ単にね、姿勢かまっちゃんはずっとそれは思ってるから、もう万全な状態でまたさぶつかり合おう。うん、いや別にピエンツアーがまだ中止になったかどうかは本当にまだ分かんないけど、うん、分かんない状態だけどさ、そう、それをピエンツアーでも何でもさ、ピエンツアーやるにしても、そう、そう、それ、俺は本当に、うん、そう思ってる。うん。いや、優しいとかそんなんじゃないよ、普通で。はい、マジピ。まあ、とりあえずお疲れ様です。ありがとうございます。また、はい。お疲れ様です。ちょ、また、はい。ありがとうございます。やめてくれ、ファー思いとか。やめてくれ。当たり前なんだよ、こんな。やめてくれ。もうさんも気をつけて、こちら、ああ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。ありがとうね。俺もちょっと今日、なんか久々になんか自宅ライブ配信やって、なんかいろいろなんか、うん。自分の中でちょっと、やっぱちょっとは晴れたよ。やっぱちょっとダウナーだったからさ。最近ダウナーとかあったから。うん。でもみんなとこうやって話したりとかして。ありがとうございます。はい。ちょっとお茶爆とかあんま見れてないんだけど、皆さんちょっとお茶爆とかもし飛んでたらありがとうございます。すいません。なんかありがとうございます。はい。お疲れ様です。また配信します。明日もダウナー。ね。ああ、いやいや。ね。ダウナーなのは、ダウナーでいいと思うよ。その、うつっぽいとか、うつとか。その時はその時でいいと思うよ。うん。うん。別になんか、いいと思う。いいと思うよ。もうしょう、うん。あんましょうがない。いい日だって、お疲れ様です。楽しかった、お疲れ。いや、けど僕もだからさ、今こうやってさ、別にあんまアピールすることじゃないけどさ、なんか最近リスカしてさ、うん。まあ俺たまにリスカしたりするんだけどさ、まあほんともう30代入って減ったよ、リスカするのは。別に俺だってリスカ今してしたけどさ、しょぼいよ。うん、リスカってかアムカね、アムカしょぼいよ。うん、しょぼいよ。俺別にこれ今見せてもいいんだけど、やっぱちょっと血がついてるから、あのかさぶたっつうかかさぶたみたいな感じになってっから、そうそうそう、こんな感じでさかさぶたみたいになってっから、そうだからなんかそういうの、そう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 、これなんか、これを外しちゃったらなんかさ、あれ、ダメじゃん。ダメじゃん。ね。そう、バンとかになっちゃうじゃん。そう。そういうこと、そういうこと。うん。いや、でもこんな痛くない、痛くない、痛くない。痛くない。そうそう。やってる人だったら、リスカしてる人だったらわかるけど、痛くないんだよ。痛くない。むしろこれが、僕に、昔から言ってるけど、僕にとって、こうやってリスカとか、アムカすることによって、なんか、すごい、自分の中でさ、なんつうか、会えたりすんだよ。なんか。うん。ガス抜き大事よ。うん、そう、ガス抜きだったよ、さ。そうそうそう。なんか、そうそう。別に俺悪いことじゃない。そうそう、全然大丈夫です。はい。はい。うん。まあ、とりあえず、はい。そんなんすぐ治る。そう、俺なんか全然あっさいから。あっさいから。全然あっさいから。ほんと、これも全然心配しないで。全然あっさいから。はい、とりあえず、じゃあ、はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうね。みんなありがとうね。また、じゃあ、配信やります。いつか。いつかね。近々、やるときやります。二の腕にブツブツできてる。まあまあ、うん。ありがとうね。はい、ありがとう。はい。バイバイ。あと、うん。あと、ほんとに、ね、みんな、ほんと、ちょっと、健康第一で、ね。まあ、いろいろあると思うけど、みんなも。みんなもいろいろあると思うけどさ。はい。うん。ね。コロナ気をつけて、うん。ちょっと気をつけます。はい。僕はちょっとほんと生きてくとこまで生きてくんで。はい。ありがとう。バイバイ。はい。手洗いうがいね。あとね。